ご視聴ありがとうございます。車屋デイリーライフチャンネルです。今回は FD3S RX7 の水食いエンジンの分解検証していきます。目視で確認しながらエンジンを分解し、エンジンの分解が終わったら部品を確認してサイドハウジングの歪みの計測をしていきます。エンジンの分解動画は他に投稿してありますので、詳しくはそちらをご覧ください。概要欄にリンクを貼っておきます。では始めていきます。今回の動画内容の補足をしていきます。俗に言う水食いエンジンとは、クーラントがエンジンの燃焼室内に入り、クーラント液が減る状態のエンジンです。主な原因としてオーバーヒートによる歪みがありますが、 FC3S、FD3S などの場合、サイドハウジングのウォーターラインが破損・腐食して水食いになる場合があります。またオーバーヒートによるインナースクエアリングの不良の場合もあります。今回のエンジンはどのような状態なのか分解して確認します。このエンジンの場合、3つのパターンがあります。先ほどお話しした歪み、破損、スクエアリングの不良です。 SA22C や SE3P などはローターハウジング側にスクエアリングの溝がありますので、サイドハウジングが原因の場合はほとんどありません。スクエアリングの不良ですが、簡単に言うと溶けてます。材質までは分かりませんが、ゴム状のものでできていますので、オーバーヒートすると熱で溶けてしまいます。水温が130度を超えるとほぼ溶けます。簡単には130度まではいかないと思うでしょうか。熱対策なしでサーキット走行すると130度を超えてしまいます。簡単な補足説明になりますが、他に気になる点などありましたらコメント欄にて質問いただければ可能な限り回答いたします。ではでは進めていきます。もう少しでリアハウジングが外れます。ここからは確認しながら分解していきます。これで分解が終わりました。ローターがちょっと錆びてますね。水食いの原因はフロントハウジングですね。フロントハウジングのウォーターラインが欠けてスクエアリングが飛び出してます。こっちはスクエアリングが溶けています。この2箇所から燃焼室内にクーラントが侵入していたようです。
クエアリングを剥がします。きれいに欠けてますね。欠けている他にも腐食でなくなってしまう場合もあります。こっちは溶けて炭状になってます。水食いの原因は分かったのですが、スクエアリングが溶けている場所があるということはオーバーヒートもしています。他の部品も簡単に確認していきます。他の不良点やスクエアリングが溶けた形跡は確認できなかったので、この後サイドハウジングの計測をしていきます。フロントハウジングはこの状態なので計測はしません。廃棄です。今回はオーバーヒートしたエンジンなので念入りに計測します。 0.03 で測ります。まずはインターミディエートハウジングから測っていきます。
次はリアハウジングです。インターミディエートハウジングとリアハウジングには歪みはないようです。今回は念入りに計測しましたが、本来の計測は縦横2箇所ずつの計4箇所を測定します。今回ローターの計測はしませんが、再利用の場合はローターも念入りに計測してください。今回の動画はここまでになります。次回の動画もぜひご覧ください。よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。コメントよろしくね。